さんこんにちは。4月18日日曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。なお再放送はご覧の時間帯に放送いたします。では本日の番組内容です。昨年オープンした豊島区民センターで、一つのテーマから世界のさまざまな文化をたどっていくイベントが開催されました。その名も世界探訪シリーズ第3弾をご紹介いたします。今回のテーマはチェコのデザインです。では本日のゲストです。豊島未来文化財団の御子柴野原さん、そして世界探訪ナビゲーターのペトル・ホリーさんにお越しいただきました。お二方本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあではまずは今回3回目となりますこの世界探訪、御子柴さんどんなイベントなんでしょうか。はい、世界探訪は2019年から始まったイベントなんですけれども、はい、世界を巡っていくイメージで、毎回異なる国と、その国の文化や芸術にまつわるテーマを選んでその魅力を体感してもらうイベントです。世界の魅力を体感していただくということですけれども、さあこの世界探訪、はい、今回がその第3弾チェコのデザインというテーマですけれども、はい、なぜこのテーマになったんでしょうか。はい、以前から街に古くから残る建造物について街歩きみたいな形式でのイベントができないかと、考えていました。でそんな時にホリーさんといろいろお話をしていて、チェコのデザインというテーマで豊島カトリック、カトリック豊島教会を取り上げたら面白いのではないかと思い、今回この企画となりました。さあ今日、ね、お越しですけれどもホリーさんどんな方なのかちょっとご紹介いただけますか。はい、ホリーさんは歌舞伎がご専門でいらっしゃいますが、はい、チェコ文化にも大変お詳しくて、大学で先生や、研究者として活躍されています。でまた日本とチェコの関わりやチェコ文化を紹介するチェコグラも主催されています。また通訳や翻訳業にも携わっていろいろな面多方面でご活躍されています。はい、じゃあそんなね、ホリーさんをお迎えしてなんですけれども、そもそもこのチェコとこの池袋というかこの豊島区関わりがあるものなんですね。はい、豊島区にアントニー・レーモンドっていうチェコ人 の, 建築家が設計した教会が残っています。そういった関わりがあるんですね。さということで、今回、ね、このイベントでね、紹介されたのがカトリック豊島教会ということなんですけれど、御子柴さんどんなところにあるんでしょうか。金目町駅から歩いて7分くらいのところにあるんですけれども、1956年、今から65年前に現在の聖堂が建てられています。ということで、ここからはね、ぜひね、ホリーさんにお越しいただいておりますのでね、少しね、教えていただきたいと思うんですけども、今回はちょっとね、時間の関係でチェコのデザイン、特にこの、建築についてをね、ちょっと中心に教えていただきたいと思います。ホリーさんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。カトリック豊島教会、どんなところなんですか。実はですね、先ほど御子柴さんの、はい、お話にもありましたように、はい、それを作ったというか設計した建築家はですね、たまたま、チェコ出身の、アントニー・レーモンドという人で、はい、彼はですね、1919年のちょうど大晦日にですね、来日するわけですけれども、はい、その目的としてはですね、彼を、実は自分の、アシスタントとして、呼び寄せたのはかの有名なフランク・ロイド・ライトという、アメリカの建築家だったわけですけれども、はい、当時はですね、東京の帝国ホテルを、建設するにあたってですね、レーモンドを、フランク・ロイド・ライトがこう、はい、招待したわけなんですね。で、実はその後レーモンドさんはですね、日本に猪子
った形になるわけですけれども、うん、次から次へといろいろな建物をこう建築していくわけですけれども、その一つにその1956年6月に、まあ、建造されていると思うんですけれども、あのカトリック豊島教会を作ったわけでございます。で、レーモンドの建築の中でもですね、非常にそのカラフルで、はい、とても、まあ、教会、とは言いながらもですね、その宗教、問わずですね、いろんな建築好きな方に、まあ、楽しんでいただけるところですので、ぜひあのまだご覧になってない方にぜひ、はい、あのご覧いただきたいなというふうに思います。はい、さあそんな、ね、今回はちょっと内部の映像が、ね、あるということなのでご覧いただきたいと思います。はい、こういう本当にこう朝日、の、時刻に出かけますとですね、とても美しい、うんうん、まあ、建築でございまして、で、実はですね、レーモンドにはですね、まあ、ノエミ・レーモンドという奥様がいましてですね、そのノエミさんは非常にそのデザイナーとしても大活躍しているわけですので、おそらくこれがもうノエミさんの、こう好みも、非常にこう色濃く入っているのではないかというふうに思いましてですね、ちょうどそのあの朝日がこう差し込む時のこの教会はですね、何とも言えないこう美しさそのものでございます。いや、もう光が綺麗にね、光が本当に綺麗です。私たちもあのイベントの時もですね、はい、割とこう、早い時刻でしたので、そうですね、10時、11時ぐらいだったんですから、もう本当にまさにこのような、はい、光景を目の当たりにすることができまして、すごい、そうですね、真ん中にですね、あの聖パトリックの、はい、まあ、この教会の守護神であり、またアイルランドの守護神でもあるわけですけれども、わざわざあのヨーロッパから取り寄せたものだそうですけれども、ちょうどあの3月17日、でしたでしょうか、あの聖パトリックデーというのがあると思うんですけれども、よくあのビールの愛好家の方がですね、これをこうお迎えするわけですけれども、アイルランドの、あのお祭り祭日でもあるわけですけれども、実はこのように、こう素晴らしいその聖パトリックの、像というかステンド、グラスの窓が、豊島区にあったとは、ということを、まあ、驚かれる方も多いかと思います。非常にあのここはとてもいいところだと思いますので、ぜひおいでいただきたいと思います。いや、こういったところも、ね、実際見ながらということで、ね、当日は、ね、そのイベント盛り上がったということなんですけれども、はい、さあでは堀井さん、このチェコのデザインには、ね、こういったどういった特徴があるのかというのを、ね、ちょっと画像を見ながら、ね、はい、ご説明いただきたいと思います。はい、はい、まずはこちらです。はい、あの、はい、今日は、まあ、建築に、まあ、絞るという、ことに、なりましてですね、はい、一番最初にご紹介したいのはですね、実は、明治40年、これは、はい、あの1907年だったと思うんですけれども、来日したチェコ出身の建築家のヤン・レツルはですね、実は、まあ、1880年に生まれた、人なんですけれども、あの彼は来日しましてですね、来日して間もなくですね、これは聖子女子学院、というところの、まあ、その校舎とそれから正門を作るわけなんですね。これ正門なんですね。で、正門です。で、実はこの正門は、まあ、現存、しておりましてですね、まあ、後ほどあの写真で、ご覧いただきたいというふうに思いますけれども、はい、まあ、レツルは最初その、まあ、チェコの建築家として、まあ、日本で大活躍、しましてですね、まあ、なんせ、まあ、明治の人なので今はですねあんまり知られてはいないんですけれども、非常にその、まあ、重要建築ともいえる、まあ、建築をたくさん作っているわけです。で、スタイルとしては、まあ、アール・ヌーボーなんですね、はい、まあ、当時、お流行りの、その、まあ、アール・ヌーボーといえばもちろんあのチェコ出身のアルフォンス・ムハ、まあ、日本語では、というかフランス語読みで、まあ、アルフォンス・ミューシャと知られているんですけれども、はい、ですからちょうどあのアルフォンス・ミューシャの頃、と、まあ、重なるわけですけれども、そういう、こうアール・ヌーボー建築、がこう、まあ、その動
声を上げるわけなんですね。で、これはもう1900年代に入ってからの、まあ、後期アールヌーボーになりますけれども、はい、このような形でですね、今も門は、門だけは、まあ、レツルが作った門が、まあ、今も東京、でこう残っていて、向かってこの門に向かって右側の、はい、扉、まあ、ドアなどは本当にこうアールヌーボーそのままなんですね。あとは例えば江戸東京、建物園っていうのがあると思うんですけれども、そこにですね、それこそこの、まあ、近くにありました、まあ、建物がですね、今移築されてまして、で、それはよくデラランデ邸というふうに言われてますけれども、そのデラランデ邸も、まあ、アールヌーボー様式で作られていて、そこに実はレツルが1年間、まあ、住んでいたという、まあ、話も、ありますけれども、はい、日本と関わりが、ね、深いですね。非常に深いですね。で、実はレツルといえばですね、まあ、彼がおそらく、まあ、残して一番こう世界的に有名な建物はもうご覧いただいてます。これはもともと広島県物産陳列館という建物で、まあ、1915年築のもので、実はその20年後ですね、1945年の8月にですね、まあ、原爆が投下されて、いわゆるまあ原爆ドームと化した建物ですけれども、それを実はそのチェコ出身のヤン・レツルが作って設計しているわけなんですね。はい、知らなかった。そうなんです。あと今の例えば東京にある東京カテドラルに、まあ、ルルドの洞窟っていうのがありましてですね、それも実はレツルが作ってるわけですし、いろんなところでそのチェコっていうのが、まあ、感じられるわけなんですね。原爆ドームこんな感じだったんですね。非常に立派な建物で、おそらく、まあ、広島、県、まあ、当時の広島県が、まあ、誇る、建築としては、まあ、第1号だったんじゃない、第1号というか、まあ、一番素晴らしい建築だったんじゃないかというふうに思いまして、ちょうど1915年の、まあ、4月に、まあ、竣工、された、とっても当時ならではの、まあ、建築だったわけなんです。そうだったんですね。最先端というか、当時はやはり流行りのものがあったりとかもしたんですか？やっぱりあったと思いますね。やっぱりそういうのがありまして、であと一つ忘れましたけれども、バンクーヘンですね。バンクーヘン、バンクーヘンってこうお菓子があるじゃないですか。 ありますね、はい、日本で初めて紹介されたのが実はこの建物の中でした。そうなんですか？そうです、ちょっとこうトリビアな感じなんですけど。原爆ドームで、はい、まあもまあ、原爆ドームはまだ当時、まあ、もちろん始めますけども、そういったところがあるんですね。面白い。そして他にもこちらはどういったものなんですか？でこれはですね、実はレツルの建築の、時期と重なるわけですけれども、もしくはその前からあった、まあ、プラハで生まれたものなんですけれども、これは、まあ、キュビズムっていう建築でございまして、でキュビズムというのはキューブですね、まあ、こう結晶の形というか、その拡張的なものがいっぱい使われて、いまして、でまあ、レツルはまだそのアールヌーボーというちょっとこう古い、建築様式を守りながらですね、実はヨーロッパの方はですね、もうそうじゃなくてですね、例えばまあ1908年にですね、まあ、ピカソの、まあ、アヴィニョンの娘たちという絵を発表したりして、そこからこうキュビズム、ちょっとこう現実のものをこう崩して、それをこう結晶というか、そのこうキューブでこう描くような、まあ、簡単すぎて申し訳ないですけれども、いえばまあそういう、様式なんですけれども、それは実は建築の形で、生まれたのが、まあ、チェコだけなんですね。ですからこうプラハとか他の町に来てくだされば、この建築様式、キュビズム建築様式というのは、まあ、普通にあるわけです。はい、そしてこれもなんか素敵な、で実は建築だけではなくて、はい、そもそもこうデザインというのも、これは、まあ、パヴェリアナークという、まあ、当時のそのキュビズムを代表する、チェコキュビズムを代表する第一人者の一人ですけれども、はい、その調度品、まあ、これは例えばその小物入れとか椅子とか、もう花瓶とか、もういろんなものが全てそのキュビズムっていうのは、まあ流行ったわけなんですね。
ですから例えば烈流から見ればですね、これはもう何たる様かっていうやっぱりこんな斬新なものでいいのかっていうのがあったと思うんですけれども、要するにこうキュービズムっていうのはまあその、まあ、後の例えば合成主義とかあの機能主義などもそうですけれども、やっぱりそのキュそれをあのそれはですねキュービズムのキュービズムじゃなくてすいませんあのアルヌーボー の, その装飾を全部こう排除するわけなんですので、もう全くこう逆 の, 変 わ, ってるんです、ね、あの変わってるわけですので、それはたまたま、まあ、北海道より小さな、まあ、チェコで生まれたっていうのは、まあ、非常にその驚くべきことかというふうに思います。で、これがですね、まあ、ちょうど1913年竣工になるわけですけれども、はい、まあ、プラハの、旧市街広場の、ほど近くにある、黒の、聖母の家っていうのがありまして、これは、まあ、ゴチャールという、まあ、これはもうあのさらにそのキュービズムを、まあ、有名に知らしめた、一人ですけれども、今もこの建物がありましてですね、あ、そうなんですか？あの2階にですねとても素晴らしいキュビズムの喫茶店がありますので、もう名スポットなんで、まあ、今はちょっとこうコロナ禍でおそらくあの閉店してるかと思うんですけれども、またあのコロナが収束してくれれば、あの皆さんに感じられるところが実は世界、1箇所しかここにないですの で, そうなんです、ぜひ訪れていただきたいと思います。いや今ね、いろいろ建築デザインと見てきましたけどさ、その時代の、ね、についてもちょっとねお話しいただきたいと思います。その時代の文学ということで、はい、こちらはそうです、はい、で実はあのキュビズムが作られる同時にですね、あのチェコの文学も、まあ、世界的にこう有名になりつつあって、または戯曲もそうですけれども、はい、これはたまたまですね、まあ、1923年に、まあ、日本語にも訳されているわけですけれども、はい、カレル・チャペックっていう作家、はい、または、まあ、ライター、それから、まあ、思想家でありですね、それから写真家であり、それから、まあ、戯曲家ですね、劇作家として有名ですけれども、はい、彼の、まあ、人造人間という、曲で、ちょうどですね100年前の1921年1月に初演を迎えたお芝居でございまして、そこで世界で初めてロボットという言葉が使われたわけですね、はい、で実はそれは瞬く間に、まあ、これは1924年の7月に、はい、築地にあった、築地小劇場というところで、そうあの舞台にかけられて、まあ、人造人間という、言葉が生まれたのは実はその1923年なんです。ですからその後あの例えばあの手塚治虫先生ですとか、はい、いろいろロボットとかチャペックも登場させているわけですけれども、このチャペックはそうでございます。で一番最近の翻訳で、阿部健一さんの、まあ、素晴らしいこう現代、語訳がありましてですね、それを、まあ、読んでいただけるわけで、ございます。ですからあの、まあ、小さな国であるチェコですけれども、まあ、文学もですね、まあ、あのその時から非常にこう世界的に有名になり、一番最近の作家で紹介させていただきますと、これがですねたまたま私の後輩にあたるあのアンナ・チマさんという、女性の非常に20代の作家で、渋谷で目覚めて、また豊島区をちょっと離れて申し訳ないですけれども、あのこの本はですね2年前にチェコで、カクタル文学賞を総なめにした非常に今あのヨーロッパでも話題の作で、それはたまたまですね4月末に、あの日本語、も出まして、ですね、日本語でも読める、まあ、今の、こう現役のチェコ人、しかもあの千葉さんは今あの東京在住で、ございまして、ですね、その非常にこう幻想的な、自分のこう分身と出会う、再会するみたいな、まあ、それは、これ以上こうあの言っちゃうとあれなんですけれどもぜひあの皆さんにあのご覧いただきたいと思います。いや面白いですね。これ流れをたどっていくとね、ますますすごいね興味深いなと思うんですけれども、三越さん当日は、ね、はい、どんな感じだったんですか？あ、そうですね、あのホリーさんと実際にカトリック豊島教会をあの見学できたことが一番良かったかなと思っていまして、やっぱりあのここの手すりがかっこいいんだよとか、まあ、歴史的な背景もそうなんですけれども、こう建造物を見る時の新たな視点をこうあの知ることができたかなと思っています。はい、本当に、ね、実際行ってみたいなって方たくさんいると思うんですけど、またね、もしかして第4回目など
あ、はい、何ですか、はい、あの世界探訪第4回目も現在計画中でして、詳細が決まりましたら、あの豊島未来文化財団のホームページの方でもあの紹介いたしますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。はい、本当に、ね、非常に、ね、大盛り上がりということなんですね。ぜひこちらで、ね、検索してみてください、はい。本日のゲストは豊島未来文化財団の神子柴野原さん、そして世界探訪ナビゲーターのペトル・ホリーさんにご出演いただきました。お二方、本日はどうもありがとうございました。お呼びいただきありがとうございます。まもともよろしくお願いいたします、うん。では今日はこの辺で失礼いたします。また次回もお会いいたしましょう。ご一緒にお願いいたします。さようなら、さようなら、さようなら。